月間テーマ。1月ブレインフード、2月ウォーミングフード、3月抵抗力アップ、4月脱鼻むず、5月リラックスとリフレッシュ、6月めぐる、7月クールダウン、8月ミネラル補給、9月休養には栄養を、10月エイジングケア、11月腸内フローラ、12月肌ケア。食べ物の力を知る、これこそ薬膳。食べることで病気を予防し、体調を管理して健康になりましょう。ノードクターノーメディシン、究極の世界観。3月抵抗力アップ。3月の月間テーマ、抵抗力アップ。正気、抵抗力を高める。胃腸と肺を整え、ビタミン A 素を取る。体は正気、生命力と邪気のバランスを絶えず取ろうとしていて、取れている時が健康な状態。邪気が勝つとバランスを崩し病気になります。まずは外から体への侵入口の胃腸と肺を整える食材を摂ることが肝要です。ビタミン A 素。ビタミン A、 体内の粘膜を正常に。ビタミン C、 抗酸化作用。ビタミン E、 血流改善。抗酸化物質他、ポリフェノール、アダプトゲン、競争効果、発酵食品、食物繊維。人参、さつまいも、枝豆。ビタミン A、 人参。ビタミン C、 食物繊維、さつまいも。ビタミン E、 枝豆。肺、他、健脾、胃腸を整える、純肺、肺を潤す、新味と白い食材、腎陰、心液を補う、利尿、デトックス、ゆり根、玉ねぎ、にんにく、ベーコン、純肺、ゆり根、心味、玉ねぎ、けんぴ、にんにく、じん、ベーコン。抵抗力をアップするには、例えばこんな時ってないですか？季節の変わり目、寒暖差が激しいとすぐ風邪気味になる。忙しく毎日を送り、疲れがたまる。外出先で上着の用意がなく、寒くて震える。精神的ストレスから調子を崩す。では外からのストレスに対して抵抗力を上げる話の前に、体のストレスへの機能をご説明します。甲状腺ホメオスタシス。体へのストレスから守る甲状腺ホメオスタシス。体の状態を一定に保とうとする調節機能があります。体温を36度程度に保つ。怪我や風邪も時間が経てば治る。体に細菌など異物がない状態を保つなどです。ホメオスタシスを正常に発動できる体に常日頃鍛えていれば心配はなくなります。それらは自律神経系、交感神経、副交感神経、内分泌系、ホルモン、免疫系、炎症、抗炎症の3つの器官系からなるシステムです。健康が崩れた時、バランスを保つため自律神経系と内分泌系、ホルモンは体温調節、
血糖値や水分量など血液中の成分と調整を図ります。自律神経系はノルアドレナリン、アドレナリンを分泌し、心拍数や血圧などを上げ、ストレスから防御する。内分泌系は別名脳内麻薬と呼ばれる。痛みや不安などを和らげるベータエンドルフィンと、代謝や免疫を活性化させるコルチゾールを分泌する。免疫系はウイルスなどを排除する働きをします。体へのストレスの回復力、恒常性を高めるようにしましょう。抵抗力をアップするには、1、規則正しい食事。2、バランスの良い食事。3、適度な運動。4、休息、睡眠。5、ストレス発散。6、楽観的、前向きになる。精神的ストレスの回復力、レジリエンスも高めるようにしましょう。以上のことが必要です。次に食べ物を紹介していきます。ビタミン A、 体内の粘膜を正常に。青じそ、モロヘイヤ、人参、ほうれん草、春菊、ひじき、レバー、うなぎ、卵黄。ビタミン C、 抗酸化作用。レンコン、ジャガイモ、ブロッコリー、小松菜、赤ピーマン、カリフラワー、キャベツ、キウイフルーツ、柑橘類、いちご。血流改善、抗酸化作用。かぼちゃ、さつまいも、ほうれん草、モロヘイヤ、菜の花、赤ピーマン、ブロッコリー、アボカド、キウイフルーツ、アーモンド、落花生、大豆、くるみ、ツナ缶、オイルサーディン、たらこ、うなぎ、タラ、ホタルイカ、鮭、卵黄。発酵食品。腸内環境を改善する健康の秘訣は腸にあります。納豆、ぬか漬け、キムチ、味噌など。食物繊維。腸内環境を改善、便秘解消。穀類、豆類、芋類、生姜、ニンニク、ゆり根、ごぼう、オクラ、唐辛子、芽キャベツ、パセリ、キノコ類、レモン、アボカド、栗。ポリフェノール。抗酸化作用。アントシアニン、ブルーベリー、黒豆、カテキン、リンゴ、緑茶。抗酸化作用。緑黄色野菜、油中の野菜、ブロッコリー、キャベツ、小松菜、ケール、チンゲン菜、白菜、ルッコラ、大根、わさびなど。アダプトゲン。競争効果、免疫系の活性化、ストレスへの適応力を高める効能がある。レーシン、高麗人参、クコの実、甘草、マカ、ホーリーバジル、ターメリック。次は東洋医学、中医学の観点から見ていきます。東洋医学と西洋医学の違い。西洋医学は各独立した機関から人体は成立していると捉えるのに対し、東洋医学、中医学は
全身が関連する一つの有機体として捉えています。五臓六腑の捉え方が、西洋医学はそれぞれの機能が単独で存在していると捉え、東洋医学は気、血、心液を結びつけ機能していると捉えることが、人体を構成する最も重要な基本的要素として考えています。生態観、すべては揃ってつながり調和して生態と言います。また人体は外界の自然界の一部で、自然界とも密接につながっています。人間の体は季節と気候、昼夜の変化、標高や高温多湿からの影響を受け、自然や宇宙とつながって成り立っています。その人間の五臓六腑も、おのおのの臓器と密接につながり、さらに連携をして成り立っています。つまり、体の外と内の2つの調和が取れていることが重要だとの考え方です。生体観、宇宙、自然界、人体、木、火、土、金、水、肝、心、脾、肺、腎、春、夏、腸化、秋、冬、春分、夏至、秋分、冬至、幼虫の幼、幼の極点、陰が生まれる、幼虫の陰、陰虫の陰、陰の極点、陽が生まれる、陰虫の陽、人体各部が互いに協調し合い、影響し合ってバランスをとっている。陰陽学説、物事は陰陽の2つの相反する面を持ち、対立しながら依存し合い、絶えず変化しています。陰陽は相対的に決まるもので、陰極まれば陽に転じ、陽極まれば陰に転じます。陽は激しく動くもの、外に向かうもの、上昇するもの、暖かいもの、明るいもの、体表、四肢外側、六腑、袋で中身がない、木、形がない。陰は静止しているもの、内にあるもの、加工するもの、冷たいもの、暗いもの、体内、四肢内側、五臓、実質臓器、血、心液、液体で形がある。陰陽のバランスの崩れる原因には邪気があり、免疫力や抵抗力を正気と言い、そのバランスの上に成り立っています。つまり邪気が強く、正気が弱いと病気になります。日光が当たる背中は陽、日光が当たらない胸、腹は陰。五行学説、古代中国で生まれた世界観で、自然哲学です。万物は木火土金水という物質からなっているという考え方です。木は極直という樹木が曲がったりまっすぐになったりして上へ成長する性質、成長、昇発、上達、肝の働き。火は炎上という温熱、上昇、向上などの作用や性質。土は火食という土に種をまき、収穫する、生み出す、樹脳、物を乗せる。金は重覚という変革を意味し、清潔、修練、祝殺、秋に木の葉を散らすこと。水は純下という水が下へ流れること、官僚、自順、高下。五行、
木、火、土、金、水、創生の関係。木は火を生じ、火は灰となって土を生じ、土の中から金属を生じ、金属の表面に水を生じ、水は木を育てる。創生。木は火を生ずる。火は灰となって土を生ずる。土から金を生ずる。金属は水を生ずる。水は木を育てる。相克の関係。木は土に勝ち、栄養を取り、土は水に勝ち、せき止め、水は火に勝ち、消し、火は金に勝ち、溶かし、金は木に勝つ、割る。相克。木は土から栄養を取る。土は水をせき止める。水は火を消す。火は金を溶かす。金は木を割る。体質を知り、陰陽五行に学ぶ。気、血、水、心液の不足と滞りで体に支障が起きる。体を構成する基本要素。気、血、水、心液。気、陽、生命活動の根幹をなすエネルギー。血、陰、血液、心液、陰、血液以外の体液。人体を構成、生存を維持する基本要素。中医学の人体認識。1、気、血、心液。2、臓腑。3、経絡からできている。五臓。心、肺、脾、腎、肝。飲食物から気、血、心液を作る。六腑。全身を潤す。大気、正気、気の流れ。早気、栄気、液。脈管外をめぐる血の流れ。全身をめぐる先天の性、父母から受け継いだ気。元気、各臓腑、経絡へ巡る。中医学で病気とは、正気、抵抗力と邪気が絶えずバランスをとっています。邪気が強く、正気が弱くなると病気になります。正気とは生命力や自然治癒力のこと。邪気とは病気の原因、六淫、外淫、七情、内淫、陰陽のバランスが取れた状態が健康な状態。
病気の原因の一つとして外因があります。自然界の6種の気候変化を6気といい、風、寒、暑、湿、燥、火があります。通常は万物を育てますが、6気の過不足あるいは時期に反して出現することで体に悪く作用する場合、六邪、六陰へ転化します。病気の原因の二つ目、内因は七情のことで、七つの感情のこと。バランスが崩れると七情の変化で五臓に影響を与えます。五行の木、火、土、金、水に対応して肝、心、脾、肺、腎があり、5つの感情の五子が土、気、死、火、凶があります。七条とはこれに勇と凶が増えます。肝は土を司り、怒りすぎると肝を痛めます。心は気を司り、喜びすぎると心を痛めます。火は死を司り、思いすぎると火を痛めます。肺は火、湯を司り、悲しみ、憂いすぎると肺を痛めます。腎は狂、狂を司り、驚き、恐れすぎると腎を痛めます。何事にも過ぎるということが良くないと言えるのではないでしょうか。病気の原因の3つ目は不内外因、内因でも外因でもない原因。小食、過食、偏食、過労、辛労、休みすぎなどです。それでは表紙のページの健脾、順肺、腎陰、利尿の食材について見ていきましょう。健脾、脾の働きを正常にする食欲不振、疲労倦怠、体力気力低下を改善、脾消化器系のこと。米、きび、玄米、大豆、納豆、さつまいも、じゃがいも、山芋、インゲン豆、黒豆、枝豆、オクラ、かぼちゃ、小松菜、チンゲン菜、人参、ニンニク、白菜、ブロッコリー、アボカド、干し柿、さくらんぼ、リンゴ、アジ、イワシ、タイ、ヒラメ、牛肉、卵黄、ハスの実。順杯、腎陰の食材を加えると良い。大根、里芋、山芋、くわい、ゆり根、クレソン、春菊、ズッキーニ、きくらげ、白きくらげ、いちじく、柿、バナナ、ビワ、みかん、りんご、梨、ぶどう、アーモンド、銀杏、杏仁、松の実、落花生、ハトムギ、豆腐、豆乳、蜂蜜。肺をいたわる心理の食材、白ネギ、ニンニク、生姜、玉ねぎ。白い食材、豆腐、大根、白菜、里芋、れんこん。肌や体内組織の乾燥を改善する。山芋、黒豆、アスパラガス、エリンギ、白きくらげ、ほうれん草、モロヘイヤ、アユ、イカ、イトヨリ、サヨリ、ブリ、アワビ、貝柱、カキ、カニ、ハマグリ、ホタテ、豚肉、鶏肉、卵黄、チーズ、ヨーグルト。
デトックス効果、利尿、健脾、黒豆